皆さんこんにちは。 UX の699ナマズン行きましょう。3匹ステージで手数は8、ただしスコアはなんと20万超え。大コンボさせないと厳しいと思います。タイプレスコンボのカプレヒレ、お邪魔完封用でコーラセルプラスのアローラ球根、メガアクは指定消去のボスゴドラ。ノーアイテム。ホームボタン押し戦法は使わずにいきます。まず凍らせる形を作りたいからこうかな。で、凍らせる。これお邪魔大丈夫ですね。タイプです。タイプです。ああ間違えた。やっぱホームボタン押さないからダメかな。あ、揃った、ラッキー。タイプレス消しますか。続かないですね、なかなか。タイプレス。あれ？これどこ揃うんでしたっけ？いやー厳しいな。タイプです。やばい、見えない。ずれたか。もったいない。なんとか降ってきてくれないかな。タイプレス。うわ、これどこ揃ってんだ？あれ？残っちゃったか。あと一息。なんとか倒せました。いやきついっすね。3匹ステージで一番難しかったです。何回かやりました。そもそもね、
凍らせるの形ができないケースもねあったんですよ。お邪魔許してしまうともう話にならないので、アロラ空港の夜待ちができないともうその時点でリセットというのも何回かありました。はい、とりあえず699のアイテムクリアできました。さあ、いよいよ UX700 ですね、最後です。ちょっとね、どんな編成でどんなアイテム使っていくかっていうのを少しノーアイテムで研究して臨みたいと思います。まあね、最後なんでフルアイテム使って3匹ステージにしてもうサクッと倒しちゃうっていうのも、まあ、手っちゃ手なんですけども、まあ、ここまでね、なるべくノーアイテム攻略というのにこだわって極力少ないアイテムで攻略するっていうのを目指してここまでやってきましたので、まあ、節約できそうであれば節約したいなと、まあ、ただ最後なんでそうは言いつつもフルアイテムでいいやってなるかもしれません。少しノーアイテムで研究してからまた700望みたいと思います。ではご覧いただきましてありがとうございました。あ、ちなみに699はボスステージではありませんでしたけれども、ナマズンやってくださいといったコメントが比較的多く見受けられましたので、リクエスト動画としてアップしました。ではまた700の動画は準備でき次第アップしたいと思います。ではご覧いただきましてありがとうございました。